え皆さんこんこにちはシューーズバックヤードです、えー、と先ほどグリシンの、えー、とベルトを交換したという形で、えー、一度動画をアップしてるんですけども、えー、とこっちですねコンバット6のこのブルーダイヤルのものでもともとのベルトはすでに変えてしまってますということで、えー、とお伝えしてると思うんですけども、えー、どのぐらい違うのかと。 いうことを一応比較をのせておこうと思って、えー、もう一度撮っております。えー、先ほども言いましたけど、えー、僕の手首は16.5センチ、えー、少し細めだと思います。で、えっ、ー、とね、今右のこのブラックダイヤルの方につけているものが元々ついてるグリシンの純正のベルト。 で、このブルダイラについてる方が、えっと、自分で作り直した、えっと、ベルトになります。で、えっとね、こちらの方、と、こちらの短い方、えっと、バックルがついてる方が、だいたい、78ぐらいかな。78ぐらいの長さがあります。で、こちらの方の、えっと、長い方が、 多分ね120とかだい、ま、た、あ、い118120ぐらいの感じなのでえっ、ー、とねこれ42というケースなんですけども僕の16.5の腕につけるとどうなるかっていうのをちょっとやりますよいしょ こんな感じ見えますかねこれ一番奥の穴なんですね。で全くこのバックルが中心来ないという感じになるということと時計をこう見た時に上から見た時にこれですねこの部分が非常に邪魔になる感じですごくちょっと不格好と言いますか長くなってしまうので、えー、これではちょっとやっぱり合わないかなと。 いうことでベルトを変えてます。でこの幅が42なのでこの16.5の手首につけるとここのバックル分かりますかねこここういう形でちょっと浮くんですねもう少しこういうふうに丸くなればきちっと収まるんだとは思うんですけどこうやって浮いてしまうことが非常にこう僕は不格好だと思ってしまうのでこのベルトの純正のベルトを外してしまってよいしょ 短く作り直したベルトに変えてます。で、こちらの短くしたベルトですると、よいしょ、こんな感じ。ほぼほぼ真ん中に来る感じになると。で、こう見たときも、ほぼほぼ出ないので、ちょうどいい感じになるのとここもそんなに浮きがないという感じになります。 なので、えっと、このベルトの長さで、よいしょ。参考になればいいなと思うんですけど、いえっと、短い方のベルトが大体十、0十九、70ぐらいの長さ。で、長い方のベルトが、よいしょと。大体ですけど、110ぐらいですね。 110ぐ,らい110ぐらいの長さで 42mm のケースであればぴったりくる感じですただこれには例えばこのケースの分厚さであったりとかこの時計でケースの厚さが大体多分10.8まあ1110.9ぐらいですかねなんですけどこの厚さであったりとか例えばこのバックルの えー、この幅であったりとかいうのに関して、えー、かなりちょっとずれは出ると思うんですけど1 6 5ンチ1 6 5ンチごめんなさい1 6 5ンチの腕であれば大体いい70110ぐらいの、えー、と長さであればぴったりになるんではないかなと思うので、えー、ベルトを変えようかなとか思ってる方がおられましたら是非参考になる方いいと思って動画をアップしました是非、えー、参考にしてみてください。 ではまた明日にもまた時計をアップしたいと思ってるんで待っててくださいよろしくお願いしますさよなら